こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2024年の1月11日木曜日午後6時を回ったところでございます。本年もよろしくお願いいたします。というわけで、年が明けまして JRA ではすでに3日間開催が行われまして、当クラブからも4頭の出走がありました。まず1月6日の中山6レース、4歳児1勝クラスダート2400m にデザヒロインが出走して3着でした。距離を伸ばしていつもよりいい位置で進めることができまして、4コーナーで前を射程圏に入れて、これはという感じだったんですけれども、少し4コーナーでスムーズさを欠くところがありまして、差し切るには至りませんでした。ただダートの長丁場で新しい一面を見せてくれましたので、次も同じ条件を使おうということで一旦放牧に出まして、3月の中山ダート 2400m を目指すことになりました。もう一度同じ条件で頑張ってくれればと思います。京都11レースの京都金牌にはタイムトゥヘブンが出走して7着でした。直線外から足を伸ばしていたんですけれども、差し馬には厳しい展開と馬場になったかなというところで、上位争いには加われませんでした。レース後馬運車で少し外傷を負ったということで心配されたんですけれども、大きな問題はなさそうですので、治療してから次の目標を決めることになるかと思います。1月7日は中山6レースの3歳新馬戦、芝 2000m にヘブンズクレイが出走して3着でした。スタートでなかなか行き足がつかなかったんですけれども、レイチェル・キング騎手が押して押して促してくれまして、ある程度の位置を進んでロスなく内を回ってゴール前も足を伸ばしてくれました。よく頑張ってくれたと思いますけれども、422キロと小柄な馬でレース後馬体重は戻ってきているということですけれども、慎重に見極めて続戦するか考えたいということで、優先出走権はあるんですけれども、あくまで状態に合わせて次を考えていく予定です。1月8日祝日の月曜日にはウィープデライトが京都6レースの3歳未勝利戦、芝 2200m に出走して、見事に初勝利を飾ってくれました。道中はいい位置で運んでいたんですけれども、直線で先に抜け出された馬に少し離されるようなところがありまして、苦しいかなと思って見ていたんですけれども、ゴール前で加速して離さかわすという内容でした。本当に際どい接戦でしたけれども、離さ勝ち切ってくれたというのはこの時期の3歳馬にとって非常に大きいですし、1月で勝てたということで、この後クラシックを見据えて戦っていけるかなと思います。ゆとりのあるローテーションで、使っていった方が良さそうということで、この後は2月24日の阪神スミレステークスを目標に進めていくことになりました。放牧を挟んでリフレッシュしてから厩舎に戻ってくる予定です。さて、トレセンの情報ですけれども、来週土曜1月20日の中山11レース初富士ステークスを予定しておりますグランベルナデッドがミオノットチップコースで追い切りを行いました。6アロン81秒7、姉妹は11秒5ということで、長めからしっかり合わせ馬を行って負荷をかけてきました。大竹先生はラスト1波乱の時計が以前はもう少し早かったのが気になるということをおっしゃってましたけれども、調整は順調に来ていますので、あとはこの馬が持っているポテンシャルをレースで発揮してくれればと思っております。ジョッキーは動向を見ながら調整するということでしたので、もう少しお待ちいただければと思います。同じ1月20日の中山12レース、4歳以上1勝クラス芝 2200m を予定しておりますモルトベローチェはミホットチップコースで6アロン82秒4、姉妹12秒1のタイムを出しました。こちらはあまり追い切りで動くタイプではないんですけれども、しっかり合わせ馬を消化して順調に乗り込みを進めております。レースを使いながら仕上げていきたいというところで、次は3戦目になるんですけれども、初勝利を挙げた中山コースですし、その時と同じ大野騎手に戻るというところで、そろそろ結果を出してほしいなと思っております。来週は小倉8レースの4歳以上1勝クラスダート 2400m にもホープインザダークが出走予定しておりまして、今週は立冬の反応で4波の55秒4、姉妹12秒5のタイムをマークしました。未勝利は相手でしたけれども、しっかり追われて先着ということで、体から無駄肉が取れて良くなっているということです。長い距離で新しい面が出るんではないかということでしたので、いい調整を重ねてレースに持っていければと思っております。再来週からは関東は東京開催になるんですけれども、その初日1月27日の東京7レース4歳以上1勝クラスダート 1400m にはシャンドレールが向かうことになりました。先週末に帰ってきて、今週は三重のオットチップコースで5波の68秒0、姉妹11秒5のタイムで、合わせまでいい手応えで走ってましたけれども、相変わらず調教では動くということで、あとはレースにどうつなげていくかというところかなと思います。今回は距離を短縮してダートに変えて調教の良さを生かせればと思っております。1月28日の東京4レースダート 2100m の4歳以上1勝クラスにはジーク・クローネが出走する予定です。
今週は三保の反路で4波の54秒9、姉妹が12秒9ということで、合わせまで遅れてしまったということですけれども、あまり反路が得意な馬ではないのかなということで、ここから先はアウトチップコースを中心に乗り込んでいきたいと宮田先生はおっしゃっておりました。ちょっとワンペースなところがあるということで、今回はダートの長めの距離ということで、鞍上もしっかり動かしてくれるタイプの内田博之氏にお願いしました。こちらも新たな条件で新しい面を出してくれればと思っております。1月28日には初勝利を目指す3歳馬たちもスタンバイしております。まず東京6レースの3歳未勝利戦芝 1600m にはベランジェールが出走する予定で調整を進めておりまして、今週は三保のオットチップコースで5波の71秒7、姉妹13秒1のタイムをマークしました。1本目の時計ということで単走馬なりの軽い内容でしたけれども、及ぶ弾けそうな雰囲気もありましたので、まずは順調に来ているかなというところです。京都6レースの3歳未勝利戦牝馬限定の芝 1600m にはベルファストが出走予定しておりまして、こちらは立冬の反路で4波の50秒6、姉妹12秒7のタイムをマークしました。タイムが出過ぎそうということで姉妹を抑えたということなんですけれども、それでもこの全体時計ということで非常に性能の高さとまた状態の良さを感じさせる内容だったかなと思います。かなり成長が感じられますので、次決めてほしいなと期待をしております。また東京5レースの3歳新馬戦芝 1800m にはファンドジェーヌが出走予定しております。今週は三保のオットチップコースで5波の68秒0姉妹12秒2のタイムを馬なりでマークしまして、単走で楽に走ってましたけれどもなかなかのタイムが出ておりました。馬体重は466kg と維持できておりまして、テンションも今回は比較的落ち着いているということですので、いい形で再来週まで持っていけるのではないかと期待をしております。頭数が多く除外になる可能性がありまして、その場合は翌週の芝 1800m の新馬戦に向かうんですけれども、両レースとも横山武史騎手が乗ってくれることになりましたので、騎手の心配をせずに調整できるかなと思います。2月4日の東京10レース白麗ステークスだと 1600m にはアバンチュリエが出走を予定しております。まだレースまで少し期間があるということで、今週は追い切りは行いませんでしたけれども、水曜日にダートコースを走っている姿を見たんですけれども、なかなか軽快なフットワークだったかなということで、ダートで新たな面を出してくれるのかなと期待をしております。乗り込みは順調にできておりますので、これから徐々に調教のペースを上げられるんではないかと思います。ということで今週末の出走ですけれども、土日で3頭になりました。まず土曜日の京都9レースダート 1900m の五条坂特別にはミスティックロアが出走します。今週は立冬のオットチップコースで6波の83秒4姉妹11秒9のタイムを出しました。騎乗した坂井隆成騎手は前走上よりも我慢が効いていたということでしたので、この馬の場合はとにかくテンションが問題なんですけれども、いい形で中間の調整をできたんではないかと思います。レースでどうなるかというところですけれども、前走はパドック返し馬と比較的我慢できているように映りましたので、同じように自分を見失うことなくレースに臨めればと思っております。能力自体には確かなものがある馬だと思いますので、きっちり2勝クラスを突破してほしいなと思っております。日曜日は中山11レースの G3 京成杯にレイデラルースが出走します。今週は三保のオットチップコースで5波の67秒7、姉妹12秒0ということで、先週の3日間開催の最終日の中山最終レースで、北村博騎手が落馬負傷してしまいまして、今週は乗れないということで非常に悩ましいところだったんですけれども、手塚先生が石橋周騎手を確保してくださいまして、調教でも感触をつかんでもらいました。バテずに長く足を使う持ち味を活かせる状況というところで、実際に石橋騎手もそういう印象を持ってもらえたようですので、先行策から長く足を使う競馬をしてくれるのではないかと思います。石橋騎手といえばビートブラックだったりアイアンバローズだったり、先行馬であっと言わせる競馬をしてきた実績がありますので、レイデラルースでも一発決めてくれないかなと楽しみを持っております。中山12レース4歳以上1勝クラス芝 1600m にはエールトゥヘブンが出走します。今週は三保のオットチップコースで5波の65秒1姉妹12秒2のタイムを出しまして、合わせる予定だったんですけれども、途中で先行した馬を抜いてしまうぐらい行きっぷりが良く状態は上がってきているんじゃないかなと感じます。横山武史騎手の継続騎乗となりますけれども、前走時に叩いた次は良くなるんじゃないかというコメントも出ておりましたので、叩き2戦目で大いに期待したいと思います。2024年は幸先よくウィープデライトが勝利を飾ってくれましたけれども、今週の3頭もそれぞれ楽しみを持って臨みますので、2勝3勝と積み重ねていければと思っております。今週末もどうぞよろしくお願いいたします。